皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。元衆院議員で自民党東京都連最高顧問の石原伸晃氏67が10日放送のテレビ朝日系ビートたけしのテレビタックル日曜正午に出演し国民民主党の玉木雄一郎代表が掲げる年収103万円の壁引き上げと内閣支持率への影響について試験を語った。 10月の衆院選で28議席獲得と躍進した国民。玉城氏は年収の控除を超える額に課税され、税制上の扶養からも外れるボーダーライン103万円の壁を178万円まで引き上げることを訴えている。賛成しなければ 過半数を割っている自公が進める法案可決に賛成しない方針で一躍キャスティングボートを握る存在となった国の試算では引き上げで税収が78兆円減る見込みそれでも国民にとっては懐が潤う結果になるだけに進行役の阿川佐和子から石破さんが結婚したら支持率も少し上がるんじゃない自民党を変わったなとと質問が飛んだ すると石原氏は「いやならないですよ。それは玉木さんのお手柄ですよ」と断言し、事故が提示する可能性がある引き上げ幅の妥協案については玉木さんは振りちゃいけないと主張した。玉木氏や古川元久国対委員長は、共に旧大蔵省の元官僚で財政のエキスパートでもある。石原氏は「どういう工程でこれだけ費用がかかるから。 これだけここを捻出するという数字を彼はすぐ作れますから古川さんもいますからこれで行きましょうといえば国民は拍手すると思いますよと見通しを口にした10月の衆院選で惨敗した自民について政策活動費だからみんな2000万円だって言ったらそりゃあ選挙勝てないですよ大根が100円か200円でみんなカリカリしているのにダメですよ センスないいと苦言を呈していた石原氏。さっきも言った通りみんな100円200円で怒ってるんだからそういうことをやらないとダメですよだから民意で自民党が過半数を割ったわけですから民意ですからと弱体化した自民に喝を入れていたどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう